界での戦いは熾烈を極め、連合軍の陣中は緊張した空気に包まれていた。そんな中、軍を挙げての大宴会が催されることとなる。これを聞いて激怒したのは右近と稲姫であった。不埒な酒宴を即刻中止させ、酔って騒ぐ不届き者たちを厳罰に処するため、二人は宴竹縄の会場に乗り込んだ。まさかこんなに大勢集まっているだなんて。酔って騒いで、まるで戦のような喧騒ですね。目も当てられぬ乱れぶり、厳罰に値する。稲殿、準備は良いな。はい、陣内の風紀を守るため、稲、突き進みます。宴はすでに始まっている様子。我らに任せろ。この大変な時に飲んで騒ぐなど不謹慎です。心の緩みが規律を乱し敗北を生み、現に処分せねば。策か。おなごと楽しく飲んどるっちゅうの本当か。なしをさせてくれんか。ええ、どうぞ。しかし、いいのですか。美しい奥方さんをお呼びした方がいいのでは。行こう。わざわざそんなこと言わんでも。さては、宴を独り占めするつもりじゃな。ちょっと煽っただけで我が輩の読み通り。皆の規範たる姿勢崩してはならん。その背中を目標にする者が多くいるはずだ。閣下殿はとにかく女性に好かれる。秀吉殿には諦めてもらわんとな。女癖の悪さじゃ秀吉様が天下一、そこだけは譲れんぞ。策の練り直しだ。素晴らしき技の数々、きっと厳しい鍛錬の賜物ですね。まあお嬢さん、よければ一緒に楽しまないか。ここは秀吉殿に任せて二人きり。一緒に行くだよ。はい、よし。わしの目を盗んで女子を口説くとは、まったく無駄も隙もない男よ。口説くだなんて、二人ともクラスです。イナが成敗いたします。一部始終見てたよ。お前様、メレ、違うんじゃ。これはこの異世界が全て悪いんじゃ。
女性たちの元に行って続きを楽しもうかな。カクカ殿の遊び癖、あの程度の処分では治らぬか。皆の規範たる姿勢、崩しとはならん。その背中を目標にする者が多くいるはずだ。一緒に今夜はブレイコだ。浴びるほど飲むぜ。いいんですか、長貴さん。あんな酒でいろいろ失敗してるでしょ、マジで。そう、落ち取っただよ。俺がこれ式で酔うと思ってんのか。酒を置いただけで我が輩の思惑通り。何の張飛殿は酔って城を奪われとるわ。私の知略が破れようとは。たる姿勢、崩してはならん。その背中を目標にする者が多くいるはずだ。正直恥ずかしい。せいさい、悪かった。今日はもう飲まねえ。だから兄者たちには内緒に頼むな。と思えば私もあの人と待ち合わせなの。邪魔者は帰ってくれる。それはこちらのセリフですわ。我が君とのひととき、誰にも邪魔はさせません。
ち合わせにしただけで我が輩の狙い通り。ずいぶん品のない格好ですこと。もう少し慎みを持たれたらいかが。私が耳障りな笛で男をたぶらかす人が品を語るなんて、あなたはどう思うか。品があるのはどちらかしら。それはレイズ喧嘩両成敗。じゃあそれが今の答えです。ここまでかき乱しておいて物足りぬ。計り知れぬ女性よ。なぜ私がこんな目に遭わねばなりませんの。不愉快ですよ。いえ、無用。集中。すみません。無理されるなんて。邪魔よ。乱闘は収めた。無事に役目を果たせ。ですがこの状況。むしろ荒れ放題と思えるのは気のせいでしょうか。鮮やかです。イナも隣にあって恥じぬ働きをしなければ。お楽しみかな、ショック。荒れに荒れた宴、全て我が輩の筋書き通り。あとはのこのこやってきた信長を混乱に紛れて撃つだけである。全てはあの人が仕組んだことだと。許せません。いくら魔王の妃といえど、あの気高き美しさの前には霞んでしまうな。聞き捨てならん。王姫様の妖艶な魅力、なぜわからぬ。皆の規範たる姿勢、崩してはならぬ。その背中を目標にする者が多くいるはずだ。キサヒリ、望み通り招かれてやったぞ。運の宴に。邪魔よ。これは信長様、ずいぶん大勢お一人でとお伝えしたはずですが、多勢の方が面白かろう。宴の余興はこれからぞ。バレちゃってたなら仕方ない。物どもかかれ。一気に信長撃て。邪魔よ。死を晴らすためにこんな大掛かりな策を。しかも気づいてそれに乗り乱闘を起こすとは、両者とも見過ごすわけにはいかん。私たちも利用されていたんですね。そうとも知らず、騒ぎを大きくしていたなんて。揺らぐな、稲殿。我らに課された役割は、厳正なる処分を下すことだ。鮮やかです。稲も隣にあって恥ぬ働きをしなければ。急ぎ。ウヌが主攻。強じよう。集中。ねえ、ロブナナめ。邪魔よ。我が策では止められなかったか。我が前に立つ。愚かな。
三国武装。兵を割き軍旗を乱した。許されざる。軍旗などで信長様を縛れる。そうであれ、いっそ苦労はありません。邪魔や。姿勢崩してはならん。その背中を目標にする者が多くいるはずだ。我が知略に挑もうとは無謀だな。今は皆が力を合わせなければいけない時。なぜ乱すようなことをするのです。なぜなら、それが悪党だから。わかるかな。わかねえだろうな。勝敗は陛下の手で、またお相手願おう。はい、鮮やかです。今も隣にあって恥に働きをしなければ。邪魔よ。舞台を晒すとは、皆の規範たる姿勢崩してはならん。その背中を目標にする者が多くいるはずだ。死ぬ必要はありません。信長様の命ならば、乱はどこまでもお供します。突撃。これまで聞かせていただきます。鮮やかです。今も隣にあって恥に働きをしなければ。この信長を楽しませてみよ。乱を楽しむとは不謹慎。この右軍則が厳罰に処す。ちょうどいい。我が知略試させてもらおう。良い宴であった。今度こそ騒ぎは収まったようですね。しかし我らにも騒動を大きくした一因がある。処罰を受けねばなるまい。そうですね。では誰かに厳罰を下してもらいましょう。すっかり遅くなっちまった。宴はまだやってるか。終わってたら終わってたでいいんじゃないか。どうも嫌な予感がしてるんだよな俺。おっと、あれは。お願いです、私たちを罰してください。きつく、きつーく、お願い。
します。私を言いましめてくれ。現に現に頼む。そんな、無理です無理です。私にそんなこと。ナオトラ様、逃げないでください。お願いです、不届きな稲に徹底を。ナオトラ殿、容赦はいらぬ。覚悟ならばとうにできている。ふう、驚いた。堅物の二人があんなことになるとは。よほどひどい宴だったらしい。宴で羽目を外しすぎるってのも考えものだな。遅れて正解。俺の勘、今日も冴えてるぜ。よしよし、良い結果になってよかった。